ネストル・コルテス・ジュニアは、キューバ共和国出身、マイアミ都市圏育ちのプロ野球選手。左投げ右打ち、MLB のニューヨークヤンキース所属。コルテスは、キューバのマヤベケ州するヒデロでバタバノで生まれた。父親が、アメリカ合衆国の移民多様化ビザに当選し、コルテスが生後7ヶ月の時に、一家はフロリダ州に移住した。高校は、ハイアリアにある、 ハイアリア高等学校に進学した。2013年の MLB ドラフト36巡目でニューヨークヤンキースに指名され6月12日に契約した。同年7月20日にミルブのルーキー級ガルフコーストリーグヤンキース1でプロデビュー。このシーズンは同チームで3先発79円18.1回を投げて0勝1敗1セーブ。 防御率4.42を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースに2点属され、同チームにシーズン専属した。このシーズンの成績は2先発99円、31.2回を投げて、1勝2敗、防御率2.27を記録した。2015年は、アパラチアンリーグのルーキー級プラスキー・ヤンキースに昇格し、同チームに、 シーズン専属した。このシーズンの成績は10先発に9円、63.2回を投げて6勝3敗、防御率2.26を記録した。2016年は A 級チャールストンリバードックスに昇格し、開幕を迎えた。6月26日に A 級トレントンサンダーに昇格し、同日に登板、翌日に A 級チャールストンへ降格した。 7月22日に A 級短波ヤンキースに昇格した。8月30日にトリプル a 級スクラントンウィルクスバリレールライダースに昇格し、同日当番、翌日に A 級短波に降格した。このシーズンは4チーム合計で12先発99円、106.0回を投げて11勝4敗、防御率1.53を記録した。 オフにアリゾナフォールリーグのスコッツデールスコーピオンズに所属し、6試合に休援した。2017年は AA 級単波で開幕を迎え、4月11日に AA 級トレントンに昇格。6月26日にトリプ AA 級スクラントンウィルクスバリに昇格。以後は AA 級トレントンとトリプ AA 級スクラントンウィルクスバリを行ったり来たりするような状態となり、 最終的には、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリでシーズンを終えた。このシーズンは3球団合計で13先発17、9円、104.2回を投げて、7勝4敗、防御率2.06を記録した。オフにリダムのエストレージャスオリエンタレスに所属し、4試合に先発した。2017年12月14日、ルール5ドラフトで、 ボルチモアオリオールズから指名され移籍した。2018年は救援投手として開幕をメジャーで迎え、3月31日に行われたミネソタツインズ戦で救援投板し、メジャーデビュー。この試合では2.0回を投げて1失点し、勝ち負けはつかなかった。四月九日のトロントブルージェイズ戦でジョシュ・ドナルドソンから満塁本塁打を被弾。翌日に オリオールズはコルテスをディエフェとした。オリオールズ時代の成績は49円、4.2回を投げて0勝0敗、防御率7.71を記録。2018年4月13日にルール5ドラフトの規約に基づきヤンキースに返還された。移籍直後は AA 級トレントンに配属され1登板した後、4月20日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリエー昇格。 以後シーズン終了まで同チームに所属した。このシーズンのマイナーでの成績は、2チーム合計で18先発69円、115.0回を投げて6勝6敗、防御率3.68を記録した。オフは前年同様リダムのエストレージャスに所属し、8試合に先発した。2019年のスプリングトレーニングは、ノンロースタープレイヤーとして、 メジャーリーグキャンプに合流した。開幕はトリプル A 級スクラントンウィルクス割リで迎えた。5月9日にメジャー昇格し、5月11日のタンパベーレーズ戦でヤンキースの選手としてデビュー。主にオープナーの後のロングリリーフとして起用され、33試合登板で5勝1敗、防御率5.67、ホイップ1.55を記録した。オフの11月20日に、 ディエフェとなった。2019年11月25日にインターナショナルボーナスプールとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2020年10月22日に自由契約となった。2020年12月20日にヤンキースとマイナー契約で合意したと報じられ、2021年1月5日に正式公示された。2021年5月30日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。